虚空を貫く石の巨塔。その巨大な建造物は刑事と呼ばれていた。一人の少女がひたひたと歩いている。彼女には刑事で成し遂げたいある目的があった。
あなたが失ったのは言葉だけじゃない。それは自分でも分かっているでしょう。今のあなたは多くのものを失っている。だからそれを取り戻しに行くのよ。ずっと喋れないままじゃ困るでしょ。これは始まりの階段。あなたが囚われている刑事への入り口よ。刑事はとても巨大な建物よ。あなたが目覚めた場所も、今いるこの砂の領域も、全体のほんの一部に過ぎないわ。ここは刑事っていう場所なの？さあお待ちかね、夢のお時間でございます。はあ、うんざりするね。私たちは管理されて暮らしている。この体も感情すらも自由ではない。残されたわずかな選択肢だって自分の意思で選べるとは限らないわ。俺の見ていた現実は偽りばかり。俺はただ普通の幸せが欲しかったんだ。本当の意味での自由なんて初めからないのかもしれない。今は神など相手にしている人いる人。私のしたいこと。奴らを滅ぼすまで年に焼き尽くし。これでまた花を潰せる。何への怒り。敵は皆殺しだ。行きましょう。最後のかけらを取り戻しに。すごい、砂が流れてるわ。これどうなってるのかしら。目に砂が入っちゃうから気をつけてね。あの砂どこまで流れていくのかしら。あの黒い柱の根元に向かいましょう。これはケージに点在する謎の彫像。誰が作ったのかは知らないけど、私は黒いかかしって呼んでるわ。ともかくこれが一つ目。ここから始めましょう。広大な荒野を二人は歩いていた。
育ちの良さそうな少年と後ろを歩く寡黙な男、何かに追われているのだろうか。周囲を気にして歩く少年の足取りには不安が見えた。砂塵の中から寂れた町が姿を現す。少し休憩しようと提案する少年に男は静かにうなずいた。旅の疲れを癒すため二人は食堂へ向かうことにする。食堂前にたむろする賞金稼ぎたち、その一人が少年たちを呼び止めた。寝踏みするように少年を睨み、賞金稼ぎは言う。お前王族かと、深い土器のこもった声。うつむく少年は口を閉ざしたまま。それが尺に触ったのか、賞金稼ぎがいきなり銃を構える。二度響いた銃声は砂塵の中へ消えていった。賞金稼ぎに取り付いた黒い鳥の群れが見えたかしら。あれこそが私たちの倒すべき敵、あの黒い敵が物語を正しい姿に戻す。もちろん。それが尺に触ったのか、賞金稼ぎはいきなり銃を構える。賞金稼ぎを退けた男は息一つ乱さず少年へと声をかける。おけがはありませんか王子と。少年は大丈夫と答え、もう王子じゃないよと笑顔を見せた。そして男へ、残念だけど町を出ようと提案する。男は静かにうなずいて少年の顔を見つめた。歪められた記憶の物語を修復すること、そして修復された武器を集めるのが私たちの目的。さてこれからのこと大体イメージできたかしら。
しいわよね。物語を回収していけばだんだん分かるようになるわ。ママのこと遠慮なく頼ってね。まあ綺麗な場所でも、こんなに大きな建物一体どうやって作ったのかしら。ケージで時々見かける黒い鳥は駆除すべき対象。気がついたら追い払ってね。そしたらママがご褒美をあげるから。あら、もうメニューを開いちゃったの？せっかちさんね。でも今しかもまだ手に入れたものを使うことがで二つ目はここね。準備はいい？にして酒場や食堂は情報の集積地となる。人の集まる場所にはそれだけ多くの声が集まるからだ。機械の手足を持つ彼女もそれを求めこの店を訪れた。賞金稼ぎとして標的客から得られる情報は漠然としている。だが女は獲物の匂いを確かに嗅ぎ取っていた。女は獲物を追い店を後にする。彼女の前方に一人の賞金稼ぎが立ち、荒い息遣い。その賞金稼ぎは女を狙う。立ちはだかる者は斬る。
勝負は一瞬で終わった。女のため息が砂塵に絡む。彼女の力の源は探していた標的を求めて。物語の回収はあなたの失ったものを取り戻すためであり、あなたの願いを叶えるためでもある。だから焦らず着実に物語を集めていきましょうね。そうね、この場所、刑事について話しておきましょうか。刑事はとても巨大な建物よ。あなたが目覚めた場所も、今いるこの砂の領域も、全体のほんの一部に過ぎないわ。本当に謎の多い建物で、ほとんどのことは誰にも分かっていないの。誰が刑事と呼んだのかさえ。教会が佇む森の中、男は周囲を見渡している。どうやら男は食物を探している。包帯に覆われた表情には草木が揺れ、食料を求めて獣たちもまた、そして貴重な食料。適正勢力の死人、知名度はない。無事に食物を手に入れた男は、
朽ちた礼拝堂に革靴の音が響く。教会の奥には少年が憔悴した顔で横たわっていた。男は少年に寄り添い、集めた食料を差し出す。少年は受け取ろうとみじろ、弱り切った体では。少年はごまかすように、男は黙ったまま。あの子、病気にかっ、ともかくこれで次の物語を回収できた。